芝線の指揮によれば、最初の王朝は、花王朝と言った。これはあの、黄河の大反乱が起こってですね、で、その、堤防を作って洪水を食い止めた人物がいて、う、う王って人がいてね、で、その人に始まる王朝であったと、花王朝と言うとで、最初は良かったんだけども、 えー、だんだんダメになっていって、で、人々を虐いたけれなっていって、やがて革命が起こってね。で、その反乱軍のリーダーが新しい王朝を建てたと。これが陰。河王朝の始まりが紀元前2000年西暦。で、陰の始まりが1600年だから、まあ河王朝は400年ついだと。いう話です。 で、陰陽朝は、最初は良かったんだけども、まただんだんダメになっていって、で、最後は暴君、暴君、中、中央っていう人出てね、人々を引いてあげたので、また革命が起こってですね、第三王朝になりましたと。これが衆だと。はい。まあ、こういうストーリーなんですよ。うん。で、必ず王朝の末期には暴君が現れて、 ねえー、天に逆らい民を強いげそれであのまさに天罰を受けて、えー、新しい王朝に変わったというこういう歴史観これがチャイナの歴史観です。うん、で芝芝芝という人はこれはあの漢、ー、王朝全漢ですね全漢の武帝という人に仕えた、まあ、役人ですよ公務員ですよ。ね だから、この人はつまり、えー、官王朝っていうのがいかに立派な王朝だったかってことを、えー、本にしたわけです。ね、これが指揮ですよ。で、この官王朝の前のシーンあの始皇帝のシーンですね、あれがいかにひどかったかっていう話ですよ、うん。だから官王朝が天下を取ったのは、これは正当だというですね、非常に、なんて言いますか、政治的な書物ですから、すべてを信用することはできません。はい で、ただ、これを否定するような、他の資料っていうか歴史が残ってないので、まあ、しょうがないからこれ使ってるんですよ。それで、よくあの、彼らがですね、えー、我が中華4000年の歴史と言いたがるんですが、4000年の歴史ってどっからかっていうと、花王朝からなんですね。で、今、今、紀元後2000年で、で、花王朝が紀元前2000年ですから、まあ、倒すと4000年ということなんですよね。うん。これ完全に神話です。神話。 うん。で、僕は神話は否定しませんけども、あの、神話があったとしたら、それを裏付ける証拠がないと、証拠がないと、それはただの物語にしか過ぎません。うん。日本だって、あの、建国2600年ですよ。うん。え、2670何年ですよ。ね。神武天皇すごいいからって言うんですよ。ね。で、じ,じゃ神武天皇って日本史に出てくるんだけども、神武天皇の宮殿の跡ってどこですかお墓はどこですか見つかりませんって言うんですよ。うん。 あの、一応、奈良に、あの、ジーム天皇のお墓ってあるんですけども、これは、あの、幕末にそこと決まったんで、ということで、まあ、河王朝は神話なので、まあ、いいですね。はい。じゃあね、実際にどんな遺跡が見つかってるのか見ていきましょう。はい。まずね、その中国で最初に農業が始まったことを示す遺跡があります。はい。 人間はですね、最初は狩りをして暮らしてましたね。狩り。うん。ギザギザのですね、打性石器で、こう、槍を作ってね、で、動物を飼っていました。はい。で、途中から農業ってのが始まってね。農業をやるための石器ってのは、魔性石器って言いますね。はい。魔性石器の斧で木を切る。ね、森を開く。で、作物を植えて、 その作物をまあ穀物ね穀物を土器で煮炊きをすると。うん、それからその穀物を貯蔵するためにも土器を使いますということで、えー、このね「魔性石器と土器」っていうのが農業をやっていた証になりますね。日本で言うとね、えー、と縄文時代、うん、に土器と魔性石器のセットが始まりますと。はい、じゃあ中国はいつからかっていうと、えー、これがねこの 紀元前5000年からの行商文化ですね。これ場所ですけれども、これ地名なんですよね、地名。うん。で、行商ってね、黄河の上流ですね。はい。で、黄河っていうのは、実はその、ずっと西の方が、オリエントと繋がってます。ね。で、歩いていけるんですよ。まずメソポタミアで農業が始まって、まあ小麦ですよね。 で土器が作られてでそれと同じような土器がこの黄河の流域で見つかるんですよ。うん、で土器は歩けないからね、えー、人間が持ってきたわけで、うん、つまり西の方の人間が持ってきたことはほぼ間違いないでしょう。はい、でオリエント風の模様のついた土器が作られました。で最初に見つかった遺跡の名前からこれを行商文化と言ってね、まあ、こんな感じですよ。うん。 で、赤い土器にこう黒い模様が入ってますよね。はい、模様が入ってるってことで、えー、斎藤と言います。模様がついた土器ですね。何学模様もあるし、生き物、お魚とかですね。あと人間の顔があったりします。はい、行商文化ですね。これ読めないね、行商ね。はい。行商文化のね、 一番有名な遺跡ですけども、えー、半端遺跡と言います。はい。これ僕行ってきたんですけども、あのね、建屋の住居。え、もう完全に縄文でした。<laughs> 完全に縄文。はい。で、こういうね、その木を切るための、まあ、せぜっも見つかっていますね。石の斧のですね、石譜って言いますね。はい。農業をやっていた証しですよ。えっ、ー、とね、行商が紀元で5000年。 でしょ、うん、で、縄文文化ってのはいつから始まってるかっていうとねあのね最近ですね青森県でとんでもないものが見つかってるね、えー、なんと1万年以上前、うんえー、これ正確な年代はわからないんですけれども紀元前1万3,000年 っていう縄文の遺跡が見つかって、そこから土器が出てるので、えー、今のところこれがね、世界最古ですね。うん、その日本の縄文土器っていうのが。はい。で、中国は5000年ということですね。はい。紀元前5000年。はい。やがて、中国もですね、オリエントの影響を脱しまして、で、中国独自の土器を 作り始めました。これがこちら、流山文化といいます。場所がここですね。はい。硬貨の下流ですね。三島省。はい。ですので、まあ、ざっとイメージを持ってくださいな、ね。で、最初のね、オリエント風の行商文化、これがこの辺、この黄色ですね。そして 流産文化このブルーですねこんな感じはいでまとめて甲賀文明ねえー、となりますはい、まあ、ここは寒いので基本ねえっ、ー、と畑作くですね畑作。旗咲くはいお米はできませんでお米作ってるのは南の方になりまして長江の流域です長江の流域ですね ですね、はい長江でここにですね遺跡が2箇所書いてありましてこれ読めるかなここですねはいかぼとかぼと遺跡両所両所遺跡ですね、えー、まとめて兆候文明なんて言いますはいこちらがねえっ、ー、と,との遺跡です 建物は復元したものですで、す。手前に注目、ここになんかあの杭みたいなものがいっぱい立っているのが見えますね、黒いですね、はい。これ実はね、水田の跡なんですよ、水田の跡、うん。木はですね、完全に水に浸かっちゃうとね、逆に腐らないんですね。でこうやってもう何千年も残っちゃうんですよ。うん、で、ここは、 超高の洪水が繰り返されて、で、大洪水が来るとね、もう村ごと全部泥で埋まっちゃうわけ。で、ずっとね、そのまま保存されちゃうんですね。建物が、これが特徴的で、ここ床面です。うん。だから人間の頭ぐらいの高さまでが床下なんですね。そう。こうすると、えっと、洪水が起こっても、まあ、すぐには流されませんね、ということで、これが、 高床式住居と言いまますす、うん、これ日本にもありますよねねそう弥生時代ねえー、と弥生文化そっくりうんでかぼとで稲作始まったのが紀元前5000年頃ですここのお米が日本列島に入ってきたことが分かってますこれはね日本のねお米の DNA、遺伝子を調べると、南中国のお米と同じなんですよ。次が、領書文化。紀元前3500年頃からです。まあ大体、北の方は流山文化になってますけどこれね、送信具なんですよ。うん、お墓で見つかった送信具。アクセサリーですね。はい。 って玉器うんで玉ってのはねこれはあの柔らかい石うん。翡ヒスイっていう石ですこれを薄く削ってねこうやってねえー、っとネックレスとかブレスレットとかを作っていたんですねだからこういうものを身につける人っても,もちろん貴族か王様ですよねそういうその身分の差がもうはっきりしていましたね、うん、これが領書文化でそして この文化は紀元前2000年にパタッと消えちゃった。はい。これも原因は大洪水です。そして、この2000年っていう数字、皆さんピンときましたかそう。これが花王朝が始まった頃なんですよね。うん。で、北中国にこの頃の遺跡が現れます。これが二里島遺跡ってやつで、二里島遺跡。はい。 年代が合ってるのでこれこそが花王朝じゃないのかと言われてる、はい、でこの領書文化が滅んだのが同じ紀元前2000年ですからこの時に洪水から生き残った人が北に逃げていってこの二里島に、えー、またね国を再建したのじゃないかという説を唱えてる中国の学者もいます。うん だから、花王朝の建国者のうって人が洪水を収めたっていう神話があるでしょ多分、関係があるんじゃないかという、そういう説ですよね、うん。ただし、文字が見つかってないので、これをですね、花王朝と断定することはできません。うんまあ、ただ、こういうですね、えーと、明らかに大きな宮殿みたいな建物に住む人がもういたんだよってことはわかります。はい さあ、この後ね、いよいよ文字が現れますよここが引用書ですって証拠は何ですかって言ったら、それはですね、文字ですね、文字が出たんですよ。はい、これ、亀ですね、亀で、亀の甲ですね、こちら、鹿の肩甲骨ですね。 はいびっちり文字が刻んでありましてなんとなく読めるなんとなく読める、うん、これが人木ねそれで、えー、解読が進んでいったんですよそしてこの中に芝線の式に出てくる陰の王の名前が刻んであった、えー、これが決定的な証拠です だからこれが見つかった場所が陰の都であったろうということで、発掘調査が始まった、ここです。河南省安陽県というところです。で、このね、十文字型のですね、この一個一個が陰王の墓。で、これを掘っていったら、よっと、こんな感じで。はい。 あの、エジプトのピレミッドは上にこう登ってきますけど、このインの墓って地下に潜ってるんですよ。ね、地下を掘り込んでいくんですね。で、こういう感じでですね。はい。で、この、まあ大体2、30メーター掘っていったら、そこに王の骨を収める墓室がありましたと。はい。まあこんな感じですね。それで、ご遺骨の周りに隙間なく並べられていたのが、 これ、あの、副葬品といってね、えー、お供えをする品物ですね。はい。これは、金属です。はい。青銅器。青銅器と言い,います。はい。で、この、浮き彫りが施してあって、で、これ明らかにですね、あの、日常生活に使うんじゃなくて、えー、儀式やお祭りに使った、 器ですね。おそらくは神々に食べ物を捧げるものだったろうと考えられていて、まあお祭りに使ったもんなんで、えー、採器。採器と言います。はい。あの、今の僕の喋ってることを後で再現するんだよ。うん。だからメモ取ってね。メモね。はい。銅という金属があります。ね。まあ十円玉の原料ですね。えー、銅はですね、割と低い温度で溶けますので、 えー、人類が最初に、あのー、手に入れた金属は銅ですで銅はです、ねあのー、土の中に埋まっているんですけども銅だけで埋まっていることは稀であって必ず他の金属と一緒に埋まっているんですよ、うん、で多くの場合はこの鈴と一緒に埋まっていることが多くてで古代人は一時そんなの分からんないからもう一緒にしちゃって、あのー、一緒に掘って一緒に溶かしたんですよ、うんえー、だからこれ混ざってしまってで銅と鈴の合金ができましてこれを正銅青、ね、銅。 で錆びるとこういうですねあの緑の色になりますので青銅と言いますと、はい、でこれは当時は本当に高級品であって一般庶民は、えー、見たこともないとだから王様だけが使っていたものですねこれははい彩気としてねそしてさらに何が見つかったかというとですねここにちょっとなんかなんか見えますよねはい ちょっっとこの辺からあのグロくなってきますが馬ですね、はい、馬が何頭も何頭もですねあの馬車につないだまま埋めてありました王が亡くなった後もも、ね、その王の魂を運ぶための馬車なんでしょうねそうすると当然予想されることは人間も埋まってるだろうと人間も埋まってます大量に埋まってます、はい、大量に でこのようにですね、1個の穴に大量の人骨が埋めてあってですね、でこれよく見ると、まあ、見たくないだろうけど、よく見るとですね、何かがないんですね。はい、でしょ頭がないんですよ。ね。だから、頭を全部、って、銅だけ埋めて、頭は別に埋めて、つまりこれ、生贄にえですよね。あその頭を切ったと思われる、斧も出てました、斧はい。 で、王が死ぬたびに大量の人間と馬を一緒に埋めちゃうというですね、えー、これをあの、純粟って言います。純粟。先ほどの亀のコ羅ラですね。これは何に使ったかというと、占いに使ったのですね。吉祥を占うと。はい。戦争をいつ始めるか、あるいは種まきをいつ始めるか、えー、神々に占う。神の具意志をっていうんですよ。 で占いはですね、まあ、サイコロでもいいんですけども、この骨を焼くと割れます。割れ方に法則はありません。そこがランダムなんですね。でそこに神の意思が入るんですよ。で、その、日々の割れ方によってえ、これはどういう意味だっていうことを王が占う。王が占う。えつまり王は神官であって、神のご意思、真意を占う力があったと。 戦僕という言葉です。えー、戦は占い。僕も占い。はい。占いによる政治。そして、占った結果をここに刻んだ。これが甲骨文字。だから文章はいつも決まっていて、何年の何月何日に〇〇王が占ったと。種まきをする結果は吉とか京都がこう出てくるんですよ。 で、基地だったらいいんですが、今日だった時は、これは、あの、神々が怒ってるので、怒りを収めなければいけないと。それで、えー、王は言います。生贄にえよ、って言うんです。で、また大勢殺されますと。この繰り返しです。ただもう戦国のびに大勢首が飛ぶというですね、もうほとんどやってることは、アステカみたいな国だった。この陰陽町っていうのは。多分、この記憶がずっと残って、暴君、中央っていう話になったと僕は思うんですけども、 今の図にすると、まあ、こんな感じですね神のご意志は恍惚の割れ方に現れますとでそれ一般の人は見て分かんないからそれを神官でもある王が解読するとこれが神権政治と言いますこれはチャイナに限らず王ファラオは太陽神ラーの化身であるとかねバビロニアの王は最高神マルドックの化身であるとかペルシャの王は アフラマズダの化身であるとかそういういことですね、はい、それからよくあの資料集なんかで「陰陽庁の領土」ってこう色がついてるんですけどもあれは実際には間違いですえ陽、ー、院の実態」っていうのは都市国家なんですよ都市国家で、えー、周りに他の都市国家いっぱいあってでそれを陰がこう束ねてるっていうまあ都市国家の連合体っていうイメージです この都市国家のことをチャイナでは U と言って、この U のネットワークのことを優勢国家と言います。陰陽町も次の州王町もで、もし存在したとしたら、花王町も多分、えー、こういうものだったということね、優勢国家。紀元前1000年頃、この暴虐極まる陰陽町が崩壊します。はい えー、インを倒したのは州という、えー、別のユーでした、えー、この事件のことを陰衆革命と申しますチャイナにおいて革命の本来の意味は王朝交代です芝線によればイン最後の王は暴君であった名前を中というこれ中です中王もう代表的な暴君ですね この言葉聞いたことがあるでしょう。主智肉林。庭園の池に酒を満たし、森に肉をかけて、もうどんちゃん騒ぎの宴会を告げたとですね、主智肉林で表されるのがこの中央です。で、この王をいさめるあの家臣たちを次々に残虐な方法で殺害していった。焚き火を焚いて、その上に 銅の筒を置いて、下から熱して、油でツルツルして、で、その上を歩けと言って、ツルツル滑って、熱くて、下に落っこって、焚き火で焼け汁のを見て、今日も酒がうまいと言って、楽しんだ、まあ、サジストだったと、せんは語る。で、これに耐えかねた州が立ち上がった州の部を、州という国は、西の彼方、この盆地に国を建てた。 北、西、南が山に囲まれていて、こっちから攻め込まれる可能性はほとんどない。で、唯一、この東側だけが開けていて、で、ここを石所で閉じちゃうと、もう完全な要塞になっちゃうんですね。はい。赤所の内側だから、冠中という、冠中。ここに川が流れていて、えー、水盆地ともいう。 この後、歴代王朝、ほとんどがこの漢中に都を置きます。防衛拠点だからです。ずーっと州は陰に仕えていたが、もはや我慢の限界といって立ち上がりました。それでこの、えぇ、ー、陰が収めていた、こっちの大平原、こちらをですね、中原と言います。中原じゃありません。中原です。河北平原に打って出た。 そして、陰の大軍と向かい合った。この時、えー、兵力は、州と陰の兵力は、一対十だったと。もう絶望的だったんですね。しかし、州の武王は、この挙兵の大義を掲げた。我は、自分が天下を取るために兵を挙げたんではないと。この暴君中、天に逆らい、 人民を知りたげる、地位を打倒するのが、挙兵の目的だ。賛同する者は、集まってくれと呼びかけた。そしたら、他のウのリーダーが、次々に彼のもてに集まってきて、今まで、表向き、院に仕えていた、この小さなウたちが、一斉に衆に寝返ったんです。僕やの戦い。これで、 あっという間に劣勢になっちゃった院は大敗し、都は陥落し、中央は自らが集めた財宝に火を放って、そこに飛び込んで死ぬんです。州の武王はこれまでの血みどろの政治をやめます。で、新たに作り上げたのが、封建制度という仕組みです。州の封建制。 えっとね、陰という国名についてちょっと補足をしますね。で、実は、えー、甲骨文字にですね、この陰という言葉出てこないんですよ。で、陰の人は自分たちのことを、自分たちの国をですね、なんて言ったか、ねえー、人のですね、商商人の商ですね。商と言っていました。自分たちは商人であると言ってるんですよ。うん。 でね、じゃあ「陰」っていう言葉はい,いつから出てくるのっていうとねこれはねこの「陰」を滅ぼした衆の時代以降、えー、前の王朝は陰だったねっていうふうにこう書いてあるんですねうんだからよくわかんないんですけども、えー、もしかしたらその「自称」と「多称」うん「陰」インの人は自分たちのことは「小」と言っていてで、まあ、外国人が、えー「あいつらは陰人だ」と言っていたのかもしれませんはい。 だからその陰の中心にあった、まあ、都市国家ですね、えー、これは大きな優大優小、大優小と言ったんですね、えー、大優陰とは言わないですね、うん、はい。今回はね、中国の古代国家の成立、伝説の花王朝から、新建政治の陰用朝、そして、州の成立までをお話ししました。 次回はね、この州の封建制度について詳しくお話をいたしましょう。今回は以上です。